どうぞ。こんばんは。じゃあね。いや、ここは高円寺、今日は高円寺フードフェスに来てますけど、まあその話はさておき。餃子バルうまかったね。餃子バルすごい美味しかった。餃子皆さんもこう来るといいですよ。あともう一軒で、ね、新宿に美味しいカレー屋さんがあって。まあもうこれでもう十分皆さんには伝わったと思いますけれど、新宿ハッピーね、ハッピーさんで写真展を僕と検査 TV、水田敦と細井健作の、スパイスの香り香る写真展、開催になります、いつだったっけ11月26日、はい、でイベントが12月3日ですね、はい、イベント結構ね面白くなりそうですよ。17時から、僕ケンさんTVがね久しぶりに、もう何年ぶりかな、久々のスピン、そうですね、久しぶりに、まあ、韓国の今の新しい音楽とか、あと、まあ、いいね、インドのね、まあ、僕が知ってる、最近のインドの音楽はあんま知らないんですけど、昔の僕が持ってるインドの音楽とかちょいちょいかけてね、回しますよケンさんが。で18時からトークトークして、トークトーク8時からブリダンス、はい、そこでお楽しみください。かなり、ね、盛りだくさん で、ね、うん、で美味しいカレーとか焼き物も食べられるし、で、まあ、もちろん見てほしい写真もあるということで、はい、そんな感じなので、ここ高円寺から一応新宿のお知らせでありました。じゃあまたね。